皆さんおはようございます。和道です。はい、和道です。今日はですね、2017年5月の11日です。木曜日です。時間はですね、朝の8時27分です。僕はですね、配信を、約3年と、10ヶ月ほど、インターネット生放送で配信をやってる配信者です。名前は和道と言います。ニコニコ生放送で2年半 FC2 ライブで半年、ツイキャスで半年、ふわっちで、もう半年以上配信をやってます。今現在放送しているのは、ふわっちという配信サイトになります。ふわっちという配信サイトでは、花火というアイテムを、リスナーさんからいただくことができます。で、ふわっちというサイトでは、デイリーランキングといってアイテムの数を競っております。僕はまだ1位を取ったことがありません。なので今日は1位を取る企画を考えました。花火というアイテムがあるんですけれども、花火一発につき、聖剣月10回、やります。聖剣月1万回、配信しますので、ぜひ YouTube をご覧の皆様も楽しんでいってください。前回 FC2 でやった時は、10時間以上かかりました。もう1億円もらってもやりたくないと言っていたんですけれども、僕はですね、配信者、インターネット、生放送の配信者の格闘技イベント、ステゴロという企画に出ます。こちらですね。6月の10日、2017年6月の10日土曜日、新木場ファーストリング、第2試合で、テルチャンピンという配信者と、ムエタイルールで3分3ラウンド戦います。約1ヶ月前ですので、その前に体ぶっ壊せる、鍛えられる企画をやろうと思ってます。それでは皆さん楽しんでいってください。企画スタートでーす。よろしくお願いします。どうもです。よろしくお願いします。どうもです、どうもです。一発目ありがとうございます。おっす。一発目ありがとうございます、ダンボールさん。ありがとうございます。頑張ります。3発目ありがとう。あっ、4発目ありがとう。はいっすー。いいよー、応援楽しんでください。もしよかったら Twitter、Facebook、YouTube 何でもいいんで SNS で拡散して呼びかけてください。ありがとうございます。長いよ、こっから。ちょっと延長ボタン押しますね。応援してくれる人は拡散お願いします。ありがとうにゃ。あっ、ありがとう。
ありがとう。あっす。あざーす。リツイートありがとう。ありがとう、上田や。あっす。ありがとう。皆さん、リツイートお願いします。前回は10時間以上かかりました。前回は10時間以上かかってます。後半、足腰立たなくなって、記憶がなくて、5000枚か、上からずっと泣いてました。間が空けば空くほど楽なんで、ゆっくり行きましょう。今何発上がってる？ついよこれ。10時間政権打ちっぱなしだったからね。後半もう足腰立てなくなるぐらい。そうだね、花火先発。僕今日デイリーも狙ってるんで、生まれて初めてデイリーランキング1位取りたいんで、ご協力お願いします。リスワンは毎月1位取ってるんですけど、まあデイリー1回も取ったことないんで、お願いします。7発ね。70回、今。長えな。長えな。ぜひぜひ SNS で拡散お願いします。夕方からちょっと企画があって、夕方までしかできないんで、1万回以上やりますんで、夕方までは。もしかしたら新記録出るかもね。1万5000回とか。時間が間に合うまで、夕方の6時までぶん回します。リツイートありがとう。ぜひ SNS でリツイートお願いします。まあ、先は長いんでゆっくり行きましょう。先は長いんで。ゆっくり行きましょう。頑張りますよ。ニューヨーク忍者さんありがとう。おはようございます。おっす。おっす。ゆっくり楽しんで行きましょう。急にね、この企画の特徴は、一気に花火が上がって、休憩が長くて一気に花火が上がってっていう。だから花火が上がらない時にもう回復させるしかないんで、体を大事に使っていきましょう、時間を。ぜひフォローお願いします。皆さんフォローお願いします。 YouTube もやってるんで、 YouTube もフォローお願いします。ご協力お願いします。そうです、そうです。都庁の職員、ここら辺みんないっぱい朝タバコ吸ってるんで。そうですね、花火もらってやります。そうです、ピンチさん。通勤ラッシュですね。都庁目の前なんで。ここは憩いの場なんですよ、タバコが吸える。
外暑いっすね、今日。蚊がすごいっすね。なるべく早く終わらせたいっす。あと、リアトツ大歓迎なんで、もしよかったら、リアトツ来てください。ダメ。デイリーランキングも狙ってるんで。まだデイリー一回も1位取ったことないんすよ。書いておこうか。これでいいか。これだったら伝わるもんね。今日天気いいっすね。今日天気いいっすね。気持ちいいっすよ。蚊が多いけど。30度になるの？マジかよ。やべえな、倒れんじゃないの。マジっすか。やば。こんなか。やばいっすね。みんなも熱中症気をつけてください。ここはね、日陰なんで多少涼しいですね。あと川があるんで、川っていうか滝が流れてるんで、日中は滝がね、風で水しぶきっていうかマイナスイオンがね、まあ水分補給ちゃんと取るんで、滝で水浴びね。あ、ありがとう、小夏さん。水分補給ちゃんとやります。だいたいね、毎回練習するときに2リッターぐらい水飲むんで。いや、これもともと持ってた企画なの、自分で。考えるんじゃなくて、もともと、なんだっけな。なんでやるか忘れたんだけど、ネテロ会長って言って、ハンターハンターの、ネテロ会長が1万回聖剣好きやるっていうのを、なんかクリスマスにやるのが、東京タワーの前でクリスマスでやるのが結構サブカルで流行ってて、で、誰も達成できないらしいんだよ。なんかみんな空手着来て、東京タワーの前でみんな、おっすおっすって1万回やるんだけど、みんな意外とできないっつって、本当にネテロ会長すごいっていう、2ちゃんのスレかなんか見て、じゃあ検証しようっていうのが、前回の始まりで、やったはやったんだけど1万回。本当にきつかったんだよね。そう。で、今月ちょっと配信者として売り上げがやばくて、昨日の時点で3万円しか売り上げてなかったの。このままじゃ飯食えないわと思って、旅配信の企画も考えたいし、お金貯めたいから、デイリーランキングも取りたいし、お金も得ないと配信業としてやばいし、ちょっと自分追い込もうかなと思って。そう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 、感謝の聖剣好き。それ。すっとこどっこいさん、それそれ。ネテロ会長のは一回祈ってから聖剣好きをこうかますっていうやつなんだけど、気づいたら日が暮れてないっていう。で、さらに何年も何十年もやったら音速を超えたっていう技なんだけど、本当に音速超えるかなって言ってやってみようっつ。ネテロ会長はその毎日1万回やったんだけど、感謝してから聖剣好きを放つっていう、そう、武道に感謝するっていう、それが元ネタです。いかにもオタクが考えそうなことでしょ。
いや、ネデロ会長やっぱすごいよ。ありがとうございます。サボちゃんありがとう。あっ、ありがとうございます。ワドツー、デイリー1位に入りたいですね。昨日のランキングね、スクワットは結構できるから、正拳突きは本当にきついの。前回 FC2 でやった時は5000回目から号泣して記憶がないので、1週間歩けなかった。これね、みんな腕に来ると思ってるけど、腕ももちろんぶっ壊れるの。肘とかが、関節とか全部ギシギシになるんだけど、何がすごいって足腰が震えて立てなくなるの。だからもう こんなんなんの最後で、号泣しながら、もうやめたいよ、やめたいよって言いながら、後半記憶ないんだよ、俺。ボロボロ泣いてたよね、後半。もうやめさせてください、お願いしますって。しかも、FC2 の頃だから、アクティブ30とかでやってたからね。だから、1億円もらってもやりたくないって言ってたんだけど、ちょっともう背に腹は変えられなくて、ちょっとね、5月の10日の時点で3万円しかないから、家賃も稼げないし、旅配信のね、お金も稼がないといけないから、ちょっとデイリーも1位取ってみたいし、ちょっとこの企画復活させました。もう1年以上やるつもりはないです、僕は。ていうかもう二度とやりません、この企画。ちょうど捨て頃もあるんで、1ヶ月前なんで体ぶっ壊す最後のチャンスなんで、ご協力お願いします。ありがとうね。ありがとう。連続っていうか、まあ、10回が終わってからっていう。1回1回。ね、連続で投げないでほしい。カウントできなくなるから。ありがとう、サボちゃん。まあね、仕事とかで抜けないといけないからっていう時とかだと、バーって投げてもいいけど。基本的には一発ずつみんなに、こう、ローテーションしてもらうっていうのが、ミソかな。あと、ね、やっぱり、いろんな人が集まらないと意味ないから、SNS とかで拡散してほしいっすね。なんかバカな企画やってるから、みんな見に来ようぜ、つって。新しい人呼び込んで、俺も花火一発打ってみようかなっていう風になった方が面白いと思ってます。まあ結構10時間以上かかる企画なんで。なんだっけ、さっきリータンリードが書いてくれたけど、3.4 秒に一発打つ感覚で10時間ぐらいかかるのかな。聖剣好き 3.4 秒で10時間かかるんだって。ずーっと打ちっぱなし。そういう世界です。まあ、大体こんな感じだよ。花火上が、連続で上がって、休んで連続で上がってっていう。上がらない時はね、10分以上上がらない時もあるし。後半は追い上げでどんどん上がるんだよね。ありがとうございます、水木さん。おっす、おっす。ぜひぜひ、一緒に頑張りましょう。デイリーランキングよろしくお願いします。風船ではね、ジャブでやってたんだけど、ジャブの方が肘壊すからやめた。今回もうマジで体ぶっ壊すつもりでやるんで、明日以降歩けなくなると思います。ありがとうございます、皆さん。ありがとう、ありがとう、サボさん。ありがとうございます。今10発
今10発だから100回か。あとこれを100回か。合ってる？ん？違うか？10発でかける10だから100だから、これを100回行うっていう。アホ企画だよ。ありがとうございます。まあ先は長いっすよ。先は長い、ひたすら。頑張るよー。サボちゃんも仕事頑張ってね。多分帰ってきてもやってると思うけど。夕方ぐらいまで。いってら。多分昼休憩でもまだやってるっていうと思う。皆さん、もし協力してくれる方がいらっしゃるのであれば、Twitter、Facebook、何でもいいんで、拡散してください。お願いします。拡散お願いします。新規のリスナーさんを呼び込んでいただけて、みんなで僕がへばるのを見ててください。昼休憩見に来て。お疲れい。頑張ってね。仕事頑張ってください。正直言うとね、3000までは余裕はあると思う。余裕っていうか、まだ打てるみたいな。3000まではね、なんとかなるんだよ。3000から先がやばい。もう関節は痛い、足は上がらない。5000からはもう地獄。もう打つのなんかもうこんなんだから。まあ雑談やりながらまったり楽しみましょう。雑談やりながら。でも言っとくけどね、これ真似しない方がいいよ。過疎生主は。過疎生主が真似しだすんだけど、1万回絶対できないから。よっぽど根性ないと。で、1万回の途中でやめたら、リスナーさんみんな離れるから。みんなフォロワーいなくなるから。最後までやるのは相当根性いるから。フルマラソンよりきついぞ。本当に。まあ、見てもらったらわかると思うけど、結構本気で聖剣打ってるんで。手抜いてないんで。あと、リアトツ大歓迎なんで、もしよかったらリアトツ来てください。お願いします。ステッカーも準備があるんで。まあ、雑談で盛り上がってようよ。せっかくなんで、みんなで。楽しもみんなで。流れが来るから、うん、流れが。ずーっとボケーと見てても楽しくないからさ。あのド S な金持ちが来るのを待とう。超ド S な金持ちが来るのを待とう。そういう人が来ると100発ぐらいドーンって投げてくれるから。そうだね。タバコ休憩とか花火が上がってない時に、まあ今上がんないだろうなっていう時にタバコ吸いに行きましょう。それだったら問題ないんで。あと、リア突も2名ぐらい来るみたいなんで。いや、みんな、パソコンとか、スマホで見れるから。花火何発上がってるか。みんな見れるでしょ？あのね、多分スマホの人は画面の下のプレゼントボックスクリックすると見れるはずなの。今何発上がってるか。だから、カウントする必要ない。今何回、花火の数だけ聖剣付けしたんで、今100回ですね、SR さん。おはようございます。弁当持ってきてない。いや、結局ね、飯食えなくなるんだよ。吐いちゃうから。本当にきついんだよ。そうそう、花火の数イコール、聖剣づくした数だから。うん、今10発だから100回だね。まあ、ゆっくり楽しんでいきましょうよ。基本的には、花火上がってない時は雑談やってるんで。一気に来る感じ。一気にドーンって花火が来て、ずーっとやってて。で、しばらく休憩とか、こういう感じだから。充電終わったら、オッケー。まあ、10時間以上やってるから、ゆっくりね。
この辺座っててもいいしさ、喫煙所もあるし、この辺カフェとかもあるから、ちょっとマック行ってくるわとか、全然 OK だから。まあ長いんでゆっくり楽しみましょう。みんなで。タバコ休憩まだ早いよね。今のうち行っちゃう？もう一本タバコ。タバコ行く？まだサラリーマンの人がすごいいっぱいいるからさ。初見さん、今ですね、花火の数分だけ、花火の数かける10回やってますよ。花火の数はスマホで確認できるんで見てみてください。拡散の仕方はツイッターとかで、シェアするってボタンがどっかにあるはず。ツイッターでシェアするとか、フェイスブックでシェアするっていうのがあるから。ポテチさんありがとうね、コメント。もしよかったらフォローしてください。あ、いいよ、ゆっくりでいいよ、ダンボール。ゆっくりでいいから。タバコ行く？ちょっと人多いから後でにしようか。もうちょっとで、ほら、仕事始まるから、みんな憩いの時間だからさ。シェアした、ありがとう、ポテチさん。フォローもよろしくです。フォローもよろしく。タバコはあるかな、まだ。ありがとう。楽しんでってね。あとね、まあ、知ってる人もいると思うけど、6月の10日、新木場ファーストリングというところで、格闘技イベントも出るので、第2試合、テルチャンピンと戦うのでよろしくお願いします。東京雨降ってないっすよ。ウータン、何さんって読むんだろう。あら、なんて読むんだろう。ごめんなさい、読み方がわかんないけど。あらあらさんかな？あらあらさんいらっしゃい。タバコは一箱かな？タバコはですね、10時間だからな。これだけあれば大丈夫だと思うんだよね。もしなかったら途中でリスナーさん来た時にちょっと買い出しをお願いするかも。結構気遣いなんですよ。気持ち弱いんで。オラオラさんか。オラオラさんありがとう。もしよかったら、フォローしてください。僕はですね、アメリカンスピリットのメンソールライトっていう、この濃い緑の方ですね。薄緑じゃなくて、濃い緑の方。これが美味しいですね。いや、大変ですよ。もう。やっぱ人気商売なんで、廃れたらもう食えなくなるからね。リスナーさんがね、リア凸してくれて、僕リア凸の旅もやってるんで。9009個ありがとうございます。おっす。ありがとうございます。同じの釣ってるんだ。美味しいよね。風合わせありがとう、オラオラさん。ありがとうございます。まあ、バッテリーは十分持ってきたんで、大丈夫だと思うんで、ゆっくり気長にやりましょう。寝るとこはどこで寝てんの？俺、家近くだもん。すぐそこだから。芝さんいらっしゃい。家近いんです。おはよう！ 14 個ありがとう。ありがとう、カラスマズさん。仕事頑張ってね。夕方もやってるんで見に来てね、お昼休憩とか。何時までやってますか？大体もう10時間以上やってると思いますよ。ここに10時間くらいいるんで。リアドッツ。大歓迎です。ステッカーもあるんでよろしくお願いします。ステッカー今日持ってきたんで。ステッカーはこれですね。うん、ポテチさんありがとうね。これ、ステッカーこれです。サテンでできてる布製の光沢があるステッカーです。
島土砂降りなんだ。今日東京ずっと晴れだよね。多分ピーカンなんで大丈夫だと思うよ。福島雨か。でもこっちは晴れじゃないかな、今日。天気予報見てないけど。まあ大丈夫でしょ。通知もした？フォロー。ついもフォローした。ありがとう。サブアカでフォローバックします。ありがとうございます。高光っていうアカウントでフォローバックするんで。企画が終わったらフォローバックします。もしよかったら SNS で拡散してください。この番組を。お願いします。リアルタイムで生放送やってます。天気いいわ。YouTube もやってるんで、YouTube のチャンネル登録も皆さんお願いします。YouTube のチャンネルでは、捨て頃のね、楽屋のオフレコトークとかを動画に上げるんで、ぜひ見てください。生放送では見られない裏側とかも全部放送します。あのね、最寄りの駅は、都庁前、大江戸線の都庁前っていうところだったら歩いてすぐなんだけど、もし JR 新宿駅から歩いてくるんなら15分ぐらいですね。あ、いいよ。まあ、フレームに映らない、そこのベンチに座っててもいいし、そこにベンチあるから、すぐ近くに。あと、喫煙所もそこにあるから、別に画面に映っていいんだったら、そこに、ね、座って。こんな感じ。ここだったらまあ顔とか映んないから、顔よくわかんなくなると思うから、そこに座っててもいいし、そっち側の映らないとこ座っててもいいし。全然いいよ。まあ飯食いに行ってもいいし。もちろんですよ。大歓迎ですよ。リアトツ大歓迎。だからまあ歩きたくない人は、新宿中央公園なんで、都庁前駅か、大江戸線都庁前駅で降りるか、あとね、Google でナビって、中央公園ってナビってください。で、滝が流れてるんで、そこに。こう、有名な広場なんですよ。そこ滝が流れてるんですね。だから滝の広場とかで検索したら出てくるんで。何分ぐらいで着くか教えてね。田園都市線中央線新宿経由、新宿から向かう。新宿駅からだと、新宿西口で降りて、西口改札で降りて歩いて15分ぐらい。まっすぐだよ。まっすぐ。おい、人参さんいらっしゃい。楽しんでってね。あ、そんな近いの？みーすけさんおはよう。ワンチーがよくわかんないからやってって言われても。おはよう。熱中症だけ気をつけてね、タオル持ってきたり、あと帽子ね、帽子持ってきたりしてくださいね。日差しが強いんで。
なんか修学旅行生みたいなのがいっぱいいるね。リアドズ行きたい。明日岡山行く。岡山行くんだ、明日。いいね。匿名係長ありがとう。ありがとう。今11発目。先は長いね。今11発目かな。ぜひね、花火終わった後にね、何発目って教えてください。僕パソコンの設定あんまりいじれないんで、ぜひ花火が上がった後に何発目だよって教えてください。花火の発数を。ありがとうございます。おはようございます。えっちゃんおはよう。ブルーさんおはよう。何笑いって。11発ありがとう。おー、トムサブローさんどうも。どうも、楽しいんですね。体つき、そう？うん。体つき変わったかな？最近痩せたって言われるね。腹が引っ込んだとか。まあ減量中だからね、今ね。まだまだ、早く甘いもん食べたいよ、炭水化物と。毎日肉ばっかりで。タンパク質ばっかりでもうやだよ。甘いの大好きだから。ストレス冷めてないよ、全然。ストレス大嫌いだもん。ストレスになることはやらない。閲覧1000人超えありがとう。1054名同時、あ、同時じゃない、合計閲覧1054名超えました。ありがとうございます。アクティブが160人、同時閲覧160人、あざーす。今日暑いよ。今日暑いね。ランランおはよう。もう着く？オッケーオッケー、待ってるよ。場所分かる。歩いて10分とかだと相当近いんだろうね。うん。
ストレスは自分の管理の問題だから。うん。日本一周の旅は今中断中ね。俺大会があるから、捨て頃っていう大会もあるから、企画の時は帰ってくるっていうのがルールなんですよ。これがリアトツ1万人の旅のルールで、一番下にイベントコラボ企画などの仕事があれば帰宅しますって書いてあるでしょ。昨日涼しかったね。だいたい1時間ぐらい了解バレニョ。熱中症了解。ありがとう。女の子だったの？マジで？俺男だと思ってたわ。名前が。そう。俺ずーっと男の子だと思ってた。はい。ありがとう。ありがとう。差し入れいただきました。なんかやたら可愛い姉ちゃん来るなぁとか思ったら。なんだと思って。なんかすげえ格好したお姉ちゃん来るなぁと思って。ありがとう。いただきます。ペットボトルのポカリと、レッドブルーいただきました。女の子だった。俺びっくりしたんだけど。みんなも男だと思ってたよね。みんなも男だと思ってたよね。あ、そうだったんだ。女の子だったんだ。ずっと男だと思ってた。え、男だと思われてると思ったでしょ？思った、若干。でしょ？え、なんで言わなかったの？大丈夫かなと思って。全然大丈夫、大丈夫。かっこいいね。ありがとう。うん。顔出して NG？ うん。恥ずかしい？恥ずかしい。うん、OK、OK。うん、あそこら辺に座って後ろ姿ぐらいだったらいいかもしれないけどね。うん。かわいいよ。かわいいお姉ちゃんだよ。ほら。うん。かわいいよ。うん。ありがとね。だいたいそうそう、この辺。あれ。今映った？ここら辺から、ここら辺から、ここら辺までがカメラ映る。この円の端が幅だと思って。ここぐるっと回っていきゃ。大体ね、後ろの方にしか顔わかんないから。大丈夫、OK。せっかくいいですか？あ、いいよ、いいよ。じゃあ販売じゃなくて、路上販売だと禁止になってるから、ピーンって形になっちゃうけど、大丈夫？大丈夫です。うん。ありがとう。うん。いや、びっくりしたよ。女の子だと思わなかったから、ずっと。男の子だと思ってたから。うん、はい。あ、ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます、うん。ご支援いただきました。ありがとうございます。のんちゃんが屋上登るとか言わないの。顔は秘密です。リアトツした人だけの楽しみです。私も行きたい？来る？めっちゃ近い。結構でも、もうしばらくずっと見てくれてるよね。うん。うん、この辺なの？あれ。あんないいとこ住んでんの？家から近所じゃねえかよ、めちゃめちゃ。あんないいとこ住んでんの？あそこ。ま、え、あの白い側だけどね。そのこっちの左側の白い方。知ってるよ。うん。え、ちょっと待って、あれ新しく建ってるやつないの？白い方は。え？なんだっけ？あの、建設。もう多分。あの、60階の方だよね、向こう側って。そうそうそう、あれじゃないのか。うん。え、でも、あそこ遠い。すげえな。あ、やめよ。もう、だからすごい近いから。知ってたの？前から近くに住んでるっていうことは。うん。あ、知ってた。新宿っていうのは、知ってて、うん、で、あの、前、歩いて帰ってる時、うん、
に。ああ、近い近いと思って。そうそうそう。すぐわかるもん、ね。やばい、家の前通ってると思って。すごいご近所さんだった。びっくりするわ。そっか。いや、もうずーっと男の人だと思ってたから、むしろおっさんだと思ってたよね。マジ？みんなもダンボールだよね。ダンボール。ダンボールっておっさんだと思ってたよね。冴えないおっさん、俺も、冴えない、なんかリュックサックしょったおっさんが、なんかタオルとか巻いて、おぉ、ワード、いつも見てるよ。おぉ、これが放送か。おぉ、っていうイメージだよね、みんなね。普通に、お姉ちゃんがファーって来たから、なんだお姉ちゃんいるなって言ってびっくりしたよ。そしたらなんか手振ってるかもね。みーちゃんありがとう。そう、すげえな。なんか打ち方でわかるかなとか思ったりもしたの。わかんなかった。わかんないもんなんだ。わかんない。ほんと会ってみるまでわかんないよ。ほんとに一番驚いたのがやっぱり女の人だと思ってたら、めちゃめちゃイケメンの男の人が来たりとかするの。モデルさんとかが。ダンボールっていい名前だ。なんでダンボールなの？近くにダンボールがあったから。名前だ、どうしようって時に、ちょうどね、近くに、アマゾンのダンボールがあって。ダンボールがあって。これでいいやって。もともと放送はずっと見てんの？いろんな人。スワッチはワドーさんだけだな。俺だけ？うん。ニコ生とかツイキャスとかは？ニコ生みたいになって、うん、ツイキャスは、うん、石川さん。あ、ノリクさん？あ。うん。いや、ダンボールは面白いでしょ。結構、ね、覚えやすい名前で。ダンボールさんですか？あ、違う。ダンボールさんじゃなかったわ。でも、ダンボールさんかなっていうイメージだよね。今、チラッて見たから。そうそうそう。俺はダンボールさんっていう感じだったけど。うん。訳ありで止めサブローな。いや、びっくりした。今日一びっくりしたわ。ねえ、よかった、会えて。やっと。あ、そうだ、リアトズ1万人の旅の方もカウントに入れていい？あ、全然入れてください。ありがとう。ちょっと待って、どっちだ？リアトズの旅。61人からカウントアップします。62名。家近いんだったらオフ会来ればいいのに。嫌なの？ちょっと。嫌なの？人が多いのは。あ、苦手なんだ。苦手なんだ。恐怖。いや、アドリブできなかったらダメだよ。まあ、失礼いたしました。公園キリです。こちらの撮影なんですけど、はい、こちらは、許可など出さないって。許可など出してないですけど。あ、わかりました、はい。こちらの撮影の目的についてお伺いしてもよろしいですか？撮影の目的？はい。例えば、はい、どこかに配信する予定でありますとか、はい、あとは、例えば、会社紹介でありますとか、あとサークルの紹介に使う。いや、全く個人的なものです。個人的なものです。はい。全く会社紹介とか、営利ではないです、全く。はい。はい、了解です。はい。わかりました。はい。ちょっとですね、別の利用者の方からですね、はい、大掛かりの機材を使った、はい、撮影されてる方。大掛かりじゃないでしょ、全然。だって、はい。いや、それはその、報告されてきた方の主観、はいはい、なんで、はは。まあ、これバッテリーです。バッテリー。はい。はい。了解です。わかりました。はい。じゃあ、ネット配信とかされる、ネット配信です。はい。ネット配信の。はい。わかりました。ネット配信ですと、ちょっと許可を出していただく。はい、あ、いいですよ。はい。はい、で、要請許可の申請なんですけど、はい、新宿各所本庁舎に行っていただいて。え、だって公園でしょ、ここ。そうなんです。公園なんですけど、はい、公園の、はい、ルールというものがございまして、はい、で、はい、で、各団体もしくは、はい、CM 撮影で、まあ、CM じゃないよね。で、個人的なこと。ネット配信の方々もいっぱいいらっしゃるんですよ。はい、で、その方々。え、だってみんなやってるよ。ここ何回も来てるけど、はい、みんなだってやってるんですよ。そうなんです。で、一時期ですね、僕らも注意して見てるんですけど、そこのスケートボードをやってて、はいはい、いっぱいいるよね、はい、いるね。で、それを、YouTube に上げちゃったんですよ。で、アフリエイト広告を出したっていうとこに、はい、で、それちょっとエイリーだっていうことで、はい、で、今ちょっとそういうのもいろいろあって、重視を厳しくさせていただいてるんですよね。ここダメなの？はい。あ、結論から言いますと、許可を出していただければ、OK なんです。それ電話とかですぐ通るもんなんですか？そうですね、緑公園課というのがございまして、はい、番号を教えてもらっていいですか？はい。はい。はい、メモ取るんで。
緑公園か。はい。今電話します。あ、はい、はい、ありがとうございます。で、はい、これちょっと、はい、こういったケースの時に、はい、ご案内してるんですけど、はい、あんまりいいことじゃないんですけど、はい、僕らこの公園については、はい、こういうふうに申し上げてるんですけど、はい、一歩そこの橋に入った、はい、入った段階で僕らの管轄外になるので、はい、撮影とかは橋を出たら、そこの橋が入ったら公園なんです。わかりました。ありがとうございます。了解です。わかりました。はい、ありがとうございます、アドバイス。はい、いえいえ。ありがとう。あれだったら、役所通り。あ、今、電話番号聞いたんで、土木課の。今、電話してます。どうも。うん。いや、通報でしょ？他の人が、つったから。嫌がらせだよ。ちょっと待って。電話するから。ね、くだらないね。本当に。リアルタイムで。すごいね。電話。公園でね、やっちゃダメって意味わかんないよね。うん。でも電話でできるならよかった。まあ、電話で許可取るかどうかだよね。うん。うん。まあ、ダメだったら橋の上行こう。電話番号どうやってやんだっけな。電話。あれ電話ってどうやってやるんだっけな。ちょっと待って。電話。ちょっと待ってね。電話。通話ってどうやってやるんだっけな。これだ。設定が変わってよくわかんねえな。操作位。いや、橋はね、ちょっと待ってて、今。ちょっと待ってて、電話するから。あ、もしもし、緑土木課の方でしょうか。今、新宿中央公園で、パソコンで、ビデオの撮影をしていたら、警備の人に、こちらの方に電話で許可を取ってくれっていうふうに言われてお電話したんですけれども。はい。あ、そうです、そうです。で、なんか前に、スケボーとかで、YouTube とかで撮影をしてて、で、許可もらってますって、緑土木課の方に許可もらったら OK なんでっていう風に言われたんで、はい、電話をしてくれって言われたんですけど、はい。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 
個人的な撮影です。はい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 。そうですね、はい。はい。はい。そうですね、はい。はい。あ、わかりました。はい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 。あー。なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、どうすればいいですか？その場合は。はい。いや、10時間ぐらいやりたいんですよ。特に観光の人とか打つわけじゃなくて、滝の広場ありますよね。あそこの、端の方でやってるんですけれども。はい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 。ほう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 。なるほど、なるほど。うん。なるほど、なるほど。わかりました。うん。ふんふん。なるほど、はい。はい、はい。なるほど。それは、本庁舎の方に、この緑土木派の方に行けばいいですか？で、例えばなんです、はい。例えばなんですけど、その、1日限定でそれは許可が下りるのか、例えば1週間とかで下りるのかっていうのも伺いたいんですけれども。うん、ふん。ふん。ふん、ふん。はい。例えば、僕新宿区に住んでるんですけれども、毎日毎日その本庁舎の方に通うわけじゃなくて、1ヶ月間ちょっと、トレーニングをしていて、その運動をしたりであったりとか、そういう撮影もしたいんですよ。うん。うん。うん、うん。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 ふんふん。ふん。ほう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 。ふんふん。ふん。ふん。はいはいはい。あ、それは全然、守ります。はい。なるほどなるほど。だいたい間を空けるとしたら、じゃ連続っていうか、例えば1週間に1回とかだったら問題はないんですか？はい。なるほどなるほど。うん。うんうんうん。なるほど。はい。はい。はい。あー。はい。はい。あー。はい。
なるほど。なるほど。じゃあ、とりあえず今撮影に関しては場所、公園から出ますので、で、今度、じゃあまたやるときは、緑土木課の方に、許可取りますので、はい、よろしくお願いします。あ、そうですね、そのまま撤収しますので、はい。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 そうです、そうです。はい。はい。わかりました。はい。はい。わかりました。はい。じゃあ、ホームページの方確認しておきますので、詳細の方。はい。うん。うん、うん、わかりました。はい。うん。はい。はい。はい。え、1時間2150円？2万いくらですか？2100。え、有料なんですか？1時間2150円。あ、はい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 、おー、了解です、わかりました。はい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 、そうですよね。テレビとか映画とかの話になりますよね、それ。え、それ個人的な撮影でもそう値段取るんですか？はい。はい。はい。YouTuber でだって1本の動画で2万稼いでるやつなんかほんの一握りヒカキンとかぐらいですよ。はい。はい。それはちょっと、まあいや、まあまあまあ、ちょっと値段設定は、あれですね、法外だと思いますけど。わかりました。そういう決まりなんですね。はい。はい、わかりました。了解です。わかりました。はい。はい。失礼しまーす。えげつな、最後の最後で、では最後にご料金の説明なんですけど、最高4時間まで可能でして、1万100いくらですって言われて、はぁとか思って、笑うわ。アホだろ。えげつないね。やば。笑うわ。1時間、いや、違う。しかも4時間までしか降りないんだって。ちょっと場所移動します。やば。無料だと思ってた俺も、話聞いてる限りは。場所変えます。やばえげつな、最後の最後でぶっこんできやがった。いや、これは、今回、ね、知らなかったからっていうことで大丈夫ですけど、まあ、10分以内に撤収、電話切ったら10分以内に撤収してくださいっていう。やば、大きすぎたかな、飲み物。うん、大丈夫。うん、すげえな、笑うわ。許可取るのも、しかも、なんか手続きがあって、で、そんな感じなんだって。誰だよ、もう本当なんか、行政のやつの考えることってわかんないわ、俺。すごいよね。まださ、500円とか1000円とかならわかるじゃん。申請して、ちゃんとやってくださいね、って。どういうことってなるぞ。こういうせちがれえな。なんでもかんでも規約で縛ればいいと思うもんじゃないと思うよ。
別に公園なんだからさ、もう公園じゃないね、昔行く。どこ行こうか、バレーニョ来るしね。うん。まあ、とりあえずね、こんな形で終わったら嫌だから、ちょっと続けたいもんね、うん、せっかくだから。どっか移動してみようか。笑うわ、ほんとに。安全にさ、いや、あれだよ、映画のロケーションとかの撮影ならわかるよ。4時間で2万って、まあ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 、みたいな。テレビとかさ、全然わかるじゃん。YouTuber でもダメって言ってたからね。野球場借りた方が安いレベルだよ、ほんとに。せちがれえなぁ。なんか日本をさ、こうやって息苦しい国に変えてるよね、ほんとに。俺は。なんか嫌だな、こういう風と。石川のりゆきだってあそこの心霊動画ね、俺のやつ検証やったから、石川のりゆきも2万150円払わないといけないんで、あそこで心霊現象起きたって配信やってたから。知ってる？あの、アベマ、だっけ、アバメでやってたやつ。ここで心霊現象配信。のりゆきさんもやったんだよ。心霊現象起こった。そう。管轄外、そうそう、だからあのおじさんも許可下りないの分かってるっていうか、許可下りるんだけど、だからあっちでやりなって教えてくれたんでしょ。優しいおじさんだったよね。いや、田舎と都会の違いだけど、これはやりすぎじゃない？ちょっと。まあ俺500円とかなら分かるよ、1000円とか。ちょっと個人的な撮影だけど、そのね、あんまり撮影者が増えちゃうとあれだからって言うならまだ100歩わかるけど。タバコ吸う？タバコ吸う。タバコ吸おうか。うん。ちょっと一回タバコ吸うわ。ないわ、ほんとに。ちょっと一回放送閉じます。閉じるっていうか音と映像切りますね。ちょっと待ってて。コメントで盛り上がってて。
いやー参ったなぁ。音聞こえる？みんな。とりあえず公園出ました。で、教えてもらったのが橋の上だったら大丈夫って言われたんだけど、橋の上で政権好きやるほど、ね、バカな企画ないと思うから、外雑談になっちゃうよね。みんなはどう思う？みんなはどう思う？この件に関して。ちょっと、まあ、決まりだからしょうがないとしてもさ、決まり、ルールは守るけど、ちょっと、ルールやりすぎだよね。いや、つこうと思ったら何でもつけるから。別に迷惑かけてたわけじゃないじゃん。ねえ、ちょっとね、ダンボールさんの意見聞かせて、だって。どう思った？どう思った？うん。はぁーって。はぁーって思った。はぁーだって。どうすっかなぁ。橋の上は教会だから管理者いないんじゃないの？そこに機材を置いて公園内。いや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 、公園内は難しいね。橋の上は完全橋の上。橋の上行ってみる？じゃあ。ダンボールさんは顔出し NG だからさ。みんなもさ、顔見たいのはわかるけど、自分がされたら嫌でしょ？自分がされて嫌なことはダメよ。恥ずかしいよね。恥ずかしいよね。お前らどうせカワワ、キャワワ、キャワワって言うだけだから。叩かれたら怖い。叩かれたら嫌だよね。どうしよっかな。ダンボールさんの顔から下は OK？ 顔から下は OK。 あ、じゃあちょっと顔隠して、ちょっとだけ顔隠して、こんな感じでーす。ダンボールさんでーす。こんなさ、こんな可愛い子が来ると思う？うん、こんな可愛い子が。ちょっと後ろ向いててよ、そのまま、そのまま向いててねえ。後ろ姿で絶対可愛いの分かるでしょ？うん、ナイスとか言ってお、っさんたちが喜んでる。ありがとう。セクシーとか言って。めっちゃ喜んでるじゃん、お前ら。うん。法律の隙間をうまくかいくぐってるんやで。そうだね。でもね、何でもかんでもやったらせちがらくなっちゃって俺は面白くないと思うよ。うん。ルールは守るけどさ。なんか、なんつうんだろう。心にゆとりがなくなってくるよ、そういうのは。ちょっと橋の上行ってみようか。いやでもこんなピーカンで橋の上嫌なんだけど。うん。有田さんだ。有田さんおはよう。よし。おはよう。じゃあちょっと帰ってきたの、旅から。旅行ってたんだけど。うん。もう帰ってきたの？うん。またね、1ヶ月ぐらいしたら行っちゃうよ。うん。また、また声かけるよ。うん。じゃあね。有田さんに挨拶しました。どうしようかな。あそこの橋は多分ダメなんだよ。多分そこの橋だから、こっから上がろうか。有田さん、外人がデモで来る新宿区。そうそう、通行人の妨げになるから俺橋でやる方が問題あると思うんだよ、絶対。うん、橋でやる方が絶対邪魔になる。しかも暑い。こんな暑い中嫌だよ。有田さんジャーナリストじゃないから。まいったね。ちょっと橋の上の様子を見てみます。今日30度超えるってよ。どっかあるかな、いい場所。橋の下？いや、橋の下は別にあるけど、通行にいたら邪魔じゃない？若造さん、どう？橋の上はどうですか？女の子もいるから熱中症になったら嫌だしさ。大丈夫？大丈夫？うん、健康だから。嘘つけ、絶対引きこもりでしょ。外出てないでしょ。引きこもりの健康。マジで？
ああ、ここでやんの？ちょっと顔隠して。うん、ちょっと顔隠して。うん、ここでやんの？これはさっき教えてもらった橋の上なんだけど。ここでやる？じゃあ。まあ人はいないけど、ピーカンなんだけど。めちゃめちゃ天気いいな、今日。どう？いや、これしかジャージ持ってないのよ。また怒られるかな？いや、橋の下ならいいんじゃないですかって、警備員の人が教えてくれたの、さっき。デートする金ねえよ。金を稼ぐために企画考えたんだよ、俺はよ。タバコは吸えないね。ここでやる？ちょっと場所悪いよね。熱でパソコンダメにしそうだよね。ちょっとここは良くないね。変えます。完全に禁煙。いやー参ったな。何でも金だな。怖いよね。どうしよっかな。うん。どうしよう。うん、でも完全に通報中が現れたことは事実だよね。他のお客様が電話でって、電話しねえよ、他のお客様。中央公園の問い合わせの電話先なんか絶対知らないから。絶対リスナーだよっていうね。初見さんいらっしゃい。ダンボールをわかんないって言わせてって。うるせえわ。大丈夫？ずっこくそうになったから。家で政権好きはね、ちょっと絵面的に面白くないでしょ。別に家でもいいけど。家の中でも警察来るからね。政権好きしてましたつって。して何が悪いんだよつって。家の中でな。何が悪いんだよ。どこで政権好きすればいいんだよっていう。今、溝の口通過？溝の口ってどこだろう。暑いっすよ、今日。はぁ、どうしよっかなぁ。どこ行っても通報だもんね。どこがいいかなぁ。俺の家でやんの？面白いかそれ。外でやるから面白いんだろう。いや、まさか公園で言われるとは思わなかったよ、俺。カラオケ屋で政権好きか、うん。まあ、通報はされないと思うけど。うん。熱中症気をつけるよ。どこ行こうか。そう、ミーティングしよう、ミーティング。日陰行こう。日陰。熱中症になっちゃうから。うん、家の壁を楽しくないわ。パソコン重たいよ。パソコンっていうかバッテリーが5キロあるから、それが重たいかな。考えないとな。他の公園行く？他の公園。他の公園。どうしようかな。富山公園ってどこにあんの？富山公園ってあれじゃないの？ちょうど東新宿の方じゃなかったっけ？しかも、なんだっけな？心霊スポットのやつだよね。うん。近かったっけ？うん、そうだよね。それめちゃめちゃ遠い。こっから歩いて行ける距離じゃない。歩いて1時間ぐらいかかるよ。都庁の展望台で政権付きやんの？勇気ありすぎでしょ。いや、今超近いけど、展望台。勇気ありすぎだわ。ダンボール彼氏いるの？だって。いない。彼氏いないって。募集中？募集もしてない。募集もしてないの？もったいな、あんな可愛いのに。彼氏いないけど募集してないって。改めて政権好きなんか余計言われるでしょ。え、みっちおはよう。いや、ダンボールがおっさんじゃなかったのにはびっくりしたな。おっさんって言ってたかな。
どうしよう。どうしよっかな。何やろうかな。生放送とかやってるわけじゃないんでしょ。やったことない。やったことないでしょ。困ってね。ダンボールちゃんが座れる場所探すから。そう。楽しくねえよ楽しくねえよ。俺は1万回聖剣好き配信やりたかったよ何が楽しいねえだよ。ちょっとそこ日陰だからさ、ちょっと待って、ちょっと待って、座ってた。あ、いいよいいよいいよ。大丈夫大丈夫。座ってダメダメ。いいよいいよいいよ。いいよ、汚れちゃうから、汚れちゃうから。ここ座ってて。やばー。やさお。どうしよう。どうすっか。俺はピンチだよ。企画潰し。結構移動したっていうか、バレーのさ、俺のさ、LINE してたら LINE でやりとりしよう。さてどうすっか。喫煙者だよね、うん、さっき吸ってたもんね。ダンボールと全国リア凸1万人の旅しようしねえわ全国行くの全国行かねえわ今な。思いつきにも程あるでしょ。どうしよう。おはよう、にゃんにゃん。おはようございまーす。どうすっかな。みんなは1万回聖剣好き見たいは見たいの。あ、フォローありがとうございます。だってまだ11回だもんな。110発しか聖剣好きしてないもんな。聖剣好きは見たいっちゃ見たい。もしやりきるんだったらそこまで見たくない。嘘だろ俺だけやりたいの。悲しい悲しい、あ、超悲しいんだけど。マジかよ、そこまで見たくないとかもう暴言にも程があるでしょ。めっちゃ考えたのに。見たくないんだ。どうしようかな。そうそう、中央公園は出禁になった今。出禁というか撮影禁止になった。ちょっと変えまーす。いやでしょ、泣きじゃくるよほんと。前回泣きじゃくったから。どうしようかな。いや、なんか撮影に許可がいるとか言われて、他のお客様のご迷惑に。聖剣好きやっててどうやって迷惑になるんだよ。100人組の方がみたいスパーリング配信と変わらん。確かに。いや後半めちゃめちゃ面白いんだけどね。どうしよっかな。企画つぶしが一番効くかんな。おはようバスケさん。まいったな。
みんなで考えよう。みんなで。ねえ、びっくりするよね。迷惑かからないようにっていうことで公園選んだのに。1時間2万円かかるって言われたもん。公園選挙してた？ちょっと待って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 。おー、びっくりするわ。公園選挙してた俺。一人じゃないよ。リスナーさん一緒にいるよ、ダンボールちゃん。まあね、あの料金は決まりだろうけど、でも個人的なさ、撮影だからさ、大打撃だね、ほんとね。選挙とまでは言わないでしょ。だって、むしろね、通行人とか結構絡んでくれること多かったな。大丈夫？蚊に刺された？うん、大丈夫。大丈夫？2万円って言われた1時間。選挙って今書いてあったの、ガブロンさんのコメントに書いてあったんだよ。うん、約1人分選挙してた。まあそれはね、あんだけ広い公園でね、言われたらたまったもんじゃないよ。どうすっかなぁ。あ、戦友ね。あフォローありがとう、空太郎さん。和藤さん負けないで。うん、頑張る。100個ない？ 100 個ないって何？専用か。どうしよう。なんかここまで来たら、なんか意地でもやりたくなってきたな。使って良いですかって聞くと、専用許可が必要になってしまう。そう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 。じゃあ、じゃあ、リスナーさんからの通報で、なんか通報が入ったっていうことで、警備員つうか公園の管理の人が来て、で、許可取ってくださいって言われて、あ、わかりました、つって電話したの、電話番号聞いて。で、20分くらいずっと長々説明聞いて、わかりました、わかりました、つって。で、4時間までしか撮影許可おりませんけどいいですか、わかりました、って言って、あ、まあまあ、じゃあ許可取り行こうかなと思ってたら、最後になんですけど、1時間2万150円かかりますって言われて、つって。そうそう。まあ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 、しょうがないよ。え、嘘、おめでとう。2222人目のフォロワーになったんだ。おめでとう。まあ、しょうがないよ。うん。まあ、ルールは守りたいから、俺も。俺も迷惑かからないようにでっかい公園選んだつもりだったんだけど。まあ、しょうがないじゃん。俺の敷地じゃないからさ。でも、公共のもので、なんで金払わないといけないんだっていうのもあるけどね。普段いつも何時頃起きてんの？バラバラ。バラバラ？うん。うん、俺と一緒だ。いや、許可取るのは別にいいんだけど、金かかるのは納得できないよね、ちょっとね。公共のもので。お前、税金でお前公園作ってなんで金取んだよっていう。おかしいだろ。思わない？それは。ダンボールちゃんもう長いよね。半年くらい見てる？そんな。半年くらいかな、多分。だよね。結構長いよね。何きっかけで知ったの？ヒカルくんのツイキャスかなんかに出てたよね。なんかね。ヒカルくんと最初の頃に絡んだの、いつくらいかな？どっかの居酒屋で、うん、ステッカーを反対派だった最初。あの時。ああ、はいはい。寿司屋にいた時だ。かな。あれだ、あれだ。そう、その時に知った。ヒカルくんのリスナーだったの、もともと。そういうわけじゃなくて。ちょいちょい見てたぐらい。はいはいはい。で、偶然知ったんだ。うん。ほーん。ヒカルくん今でも見てんの？たまーにしか見てない。あ、そう。なんか面白くなくなった。なんか、ループしてるから、いつも。あめっちゃ失礼だけど自分のことじゃないからニパニパできるけど、自分がもし和道最近ループしてるわって言われたらすげえ傷つく。うん、ちょっと面白いよね、こういうのね。俺の匂い聞かないでください、やめてください。無臭無臭無臭だ。
うん、1個の企画のために神奈川まで行くっていうのはちょっと辛いかな。パリンコでっか。聞くない？何これ？これ日本のアリじゃないでしょ？なんか違う、ね。なんかドクロみたいな。ねえ、お尻がなんか。久しぶりに見たアリ。アリ見た？久々に。うん、アリ可愛いよね。なんかさ、YouTube でアリを飼育してる動画あるの知ってる？知らない。すごい可愛いの。なんか巣が見えるみたいな。アクリルのケースに。アリをひたすら定点カメラで映してる YouTuber がいて、で、今から引っ越しまーすとか言って、なんかチューブをこうつけてアリンコが引っ越してくんだけど、超可愛いんだよ。俺それ見てからアリのファンになったんだよ。でも、アリ映してるだけで60万再生とか行くんだよ。アリ見せて、いいよ。アリ見たいか、そんなに。早い早い。この子。いや、アリ可愛いんだよ、意外と。そのアリ配信にハマるんだよ。でっかいでしょ。意味もなく見てられると思う。そうそういう感じなの。意味なくずっと見てられる。可愛いな。こいつ家に連れて帰ろうかな。ペットにしようかな。でかいよね。アリの巣壊してた。ひどいやつだな。でかさが伝わんないよね。いや、どうしよう、今から。あ、よろしく、そら太郎さん。あ、いったね。え、普段何するのが好きなの？ダンボールさんは。録画とか見てるかな。生放送の？うん、ないとこ。テレビの録画を見るのが好きなんだ。何の番組が好きなの？お笑い。お笑いが好きなんだ。お笑い。うん、今おすすめ誰？おすすめ。うん。人はあんまりないけど、うん、あ、でもあの人好き。名前わかんないけど、うん、なんかギター持ってる人。で、ちょっとバカな人。ギター持ってるバカな人。なんだっけな。ギター侍？じゃない。なんて名前だっけな。誰だろう。俺らテレビ見ないからみんなわかんないってみんな言ってる。なんかギター持ったバカな人がいて、バカっていうかな、天然すごく。え、冷やし中華始めましたの人？違う。天宮だっけ。あいつ出てきた時俺すげえ好きだったんだけど、こいつアホだなって。みやぞん。あ、みやぞん。みやぞんが面白いんだ。え、みんなわかるんだ。すごいわかった人じゃん。みやぞんって出て。よくわかったね、ギターのアホな人で。あ、わかるんだみんな。みんなみやぞんとか言ってる。すごい。面白いの？面白い。うん、なんか面白い。かわいい。かわいいんだ。かわいい。わかんない。あれつまんない。今さ、女の子がさ、面白いよって言って大好きって言ってんのにさ、超KY でしょ、ほんと。超KY で。ギター侍は古いとかやめてください。あー、でかいでかいでかい。これ。おー、どうした？こっちおいで。ちょ、なんで俺に登ってんだよ。ちょ。ここ。ちょ。1万回やってたんだけどさ、場所を失ったんだよね。どうしようかな。ネタが好きなんじゃなくてキャラが好きなの。うん、キャラが好き。ネタは見たことないかもしれない。ネタ見たことねえのかよ。マジかよ。なんかバラエティー出てるのを見た。おー、発達障害なんだ。へー。鳥居みゆきとかもマジで発達障害丸出したもんだ。発達障害系面白いんだけど、なんか毒があるっていうか、こいつなんか友達にはなれないなっていう独特の空気出ない。発達障害系って、うん、のんちゃんじゃないよ、ダンボール。
ダンボール、ダンボールが一緒にいるよって言うとなんか変だね。コメント結構打ってるからね、わかるんだみんな。あ、ダンボールかって。やはりに決まってるだろう、こんな可愛い子。本人目の前でなっしゃわって言う勇気はないよ、これは。そこまで冷酷ではないよ。ありに決まってるよ。発達障害とか言うなって。俺発達障害だからね、ちなみに。俺ガチガチの発達障害だから。別に言っていいでしょ。アドちゃんに選ぶ権利はないとかひどいね。ダンボール姫ってニコ生主はよく知ってる。へぇ、そんなのいいんだ。さっきね、顔から下映したら、顔映してないのにみんな可愛い可愛いって言って、こいつらの想像力めっちゃ豊かだわと思って。もう一回顔から下映していい？いいよ。顔ちょっとこうやってやって、風俗みたいに。ここをやってやって、いくよ。お、ダンボールちゃんでーす。ダンボールちゃん、完全に風俗嬢みたいになってる感じ今。オッケー、ありがとう。発達障害っていうのはアスペルガー症候群とかだね。いや、家にダンボールが目の前にあったからダンボールにしたんだって。生々しいとか言って。かわいいよ、ダンボールちゃん。予約？いい太ももって。超細い。俺障害者だよ。芸能人で誰に似てるって言われる？山本さやか。N M E。似てないよ。めっちゃ言われる。もうさやかって、え、あの AKB のね、姉妹の。あ、そう、大阪の方の。言われる？めっちゃ言われる。山本さやか。うん。似てない。あと昔の上田や。昔のあの金八先生出てた時の。僕は男だっていう。あ、そう、その時の。さらし巻いてた時の。そうそう、あんまり可愛くない時の。いや、上田やはあの頃が俺一番可愛かったと思うけど。今すごい綺麗だよね。学校は普通に、あの普通の公立の学校。それ似てないと思う。もっとなんかある。誰だろう、誰に似てるかな。俺あれだからね、あの誰に似てるとか、あの学校の先輩に超そっくりとか、同級生の誰々に超そっくりとかすげえ言われんの。誰だよっていう、知らねえよっていう。芸能人とか全然言われないよ俺。あの歴史の教科書の源頼朝とか滝廉太郎とか。ああ滝廉太郎。あとラストエンペラーのなんだっけ、ラストエンペラーとか、なんかね歴史上の人にねよく似てるって言われるんだよ。中性的な感じ、ちょっとボーイッシュかもね。ちょっとボーイッシュな感じだね。男の子っぽい顔だって言われる。でも目かわいいよ、すごいパッチリして。女生主なら誰に？生主はいない感じだと思うよ。普通にかわいい子だよ。まあいいじゃん。山田孝之は言われたことないよ。あ、ミスターポテトヘッドとかよく言われる。顔のパーツバラバラにならねえから。座っていいよ、ちゃんと。座んなよ。足痛くするよ、ベースだから。つむつむのジーニーに似てる。うるせえよ。使ってた？そう、ジーニー。強いの。弱い。弱いんだ。花火増えてないって企画潰されちゃったんだもん。どっかタバコ吸えるところ行きたいよね。
着いたよね、そろそろ。どうしようかな。タバコ吸えるところ。ちょっとタバコ吸えるところ行っていい？移動しても。どこら辺あるかな？多分ね、あそこに喫煙エリアあるはずなんだよ。行ってみようか。うん。ありがとう、ごめん。まあいいよ、いいよ。ちょっと小づいたら顔のパーツ落ちねえわ。バラバラにならねえよ。やめろ。渡ろうか。一回上登んないダメなのかな、渡んの。ごめんね、ちょっと遠回りになるかも。うん、おはよう。AV の面接じゃねえよ。うん、お前らどんだけ想像力豊かなの。マット・ハーディー言われた、この前。この頃？うん。そう、あの、顔のパーツが真ん中に寄ってる系男子だね。天気いいな、おい。ね、超快晴なんだけど。ちょっと天気映すから絶対振り向かないで。うん、すごい天気いいよ。めちゃめちゃ天気いい。見て。やばくない？振り向かないでね。うん、すげえ天気いいっすよ。うん、よいしょ。ありがとう。駅前のパチ屋行って勝負？いいよ、もう。疲れたよ、俺。パチンコは。パチンコとかやんの？行ったことない。やらなそうだよね。うん。のんちゃんじゃないよ。のんちゃん普通に顔映すでしょ。うん、だ、企画物の AV、AV ってこいつらすごいわ。あれ降りるところなかったかな。あれ降りるところないじゃん。何これ。は？マジか。ごめんね。いいえ。うん。ダンボールちゃん若いと思うよ、多分。20代前半でしょ。26になる。あ、6なんだ。うん、そっかそっか。26だって。諦めたんじゃなくてね、通報入っちゃって、撮影許可取れって言われて。で、問い合わせたら、1時間2150円かかるって言われて、バカじゃねえのっつって。うん。26。え、バレーニョどの辺にいんの？もうすぐ着く？カラオケとか好き？あんまり行ったことないかも。あんまり行ったことない？うん、だったらバレーニョ来るから3人でカラオケとかはどう？いいよ。いい？うん。バレーニョじゃあ俺。歌えないよ。歌えないよ。あ、いいよ、いいよ。全然。バレーニョ。バレーニョじゃあ俺新宿駅の方行けばいいかな。新宿駅どう？レクチュはね、彼女作ればいいんだよ、イケメンなんだから。うん。ギタリストの男の子とかどう？あ、彼氏募集してないの。水槽の人だよね、水槽団みたいな。そうそうそう。うん。ギターうまい男の子。かっこいいよ。あの、加藤春彦みたいな。ああ。うん。爽やかな感じ。爽やかな。爽やかな、かわいい感じ。じゃあ、右の方行こうか。うん、じゃあ、駅の方行くよ。新宿、西口の方に。あっちいな、しかし。
カビクキ調のゴジラの方は、逆だな。彼氏いないってよ。うん。がっついてるな、みんな。すごいな。これ鼻ね、めちゃめちゃでかいよ。うん。自分より鼻でかい男に会ったことがない。西口オッケー。思い込みだろそれ、お前の。このチンコめっちゃ小さいよ。俺のチンコ、It's a small world って呼ばれてるから。世界は狭い。ファー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 って。なんかスタンドの名前みたいだね。ジョジョのね。It's a small world つって。ありがとう。ちょっと持ってて、はい、ちょっと持ってて、ありがとう。チョコミントありがとう。よし。よし。ありがとう。ありがとう、チョコミント。すごい、うん、荷物が重いからやりづらい。今段ボールにカメラ持ってもらった。ありがとうね、花火。いや、やるよ。どこでもやるよ。もう歩きながらやってればいいんだよな。通報しようがないもんね。移動してるから。そうしようよ。今日たまたま暇だったの。うん。うん。早起きしたから立ってみたらやってると思って。やってると。行ってみようかなって。うダンボールのミニスカに惚れた。ミニスカート似合う子はいいよね。うん、わかる。おー、若津、ガブニート、旅再開じゃないよ。企画を潰されたばっかり今。うん、暑いね。アニメとか見ないの？全然アニメも見ないかな。なんかサザエさんとかマルコちゃんぐらい。あんなのアニメじゃないの。ふざけるの。怒るよ。格闘技とかは。格闘技も見ないかな。うん、もうひたすらお笑い番組。うん、うん、アミュール、もうミニスカ履かせたら一番だからな、アミュールは。ミュールのミニスカみんな見たいはずだよ。あとどれくらいかかんの、バレーニョ。ドンキホーテのパーティーグッズ売り場でワドさん見ました。俺で、ね、ドンキホーテのパーティーグッズ売り場やたらいるから。うわ、超恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。俺ね、パーティーグッズ売り場大好きなんだよ。見た？え、大久保のところ、どこで見た？あ、下手したら郡山かもしんない。
郡山の方かもしれない、最近だと。ハッピーウンチどっち？うん。もう着いた？あ、じゃあさ、駅前のところで一回合流しようよ。ちょっと遠回りしてもいい？大丈夫？うん。うん。じゃあさ、西口の前の喫煙所わかる？バレーには。お疲れ様でーす。窓いいから段ボール見せて。うるさいお前ら。もう。お前ら、うるさいほんと。飢えてるの。もう恥ずかしいよ、俺は。教育不足で恥ずかしいよ、ほんとに。童貞か、お前ら。うん。わかる？じゃあ、西口の、新宿西口の、改札出て、左手にある、喫煙所。何にもやばくないでしょ、別に。何がやばいんだよ。ダンボールチラ見して、後ろ姿だけだよ。ちょっとダンボール振り向かないで。あ、いいよいいよ、歩いてて。うるせえな、ほんとに。あ、オッケー？なんなんだよ、お前ら。オッケー、大丈夫？はい、戻すよ。うるせえなぁ。ありがとう、ダンボール。安さでしょ？超安さでしょ？あっち、汗かいてきた。暑いね。暑いね。エロサイトじゃないです、ふわっちは。ハッピーウンチどっちよ、郡山の方それとも新宿の方、ドンキホーテ。パーティーグッズを品定めしてたんだったら、それ多分ナオタクさんいたよ。ナオタクさんの宇宙人のやつを探してた時かもしんない。水分ちゃんと持ってるよ、大丈夫。ドレさんとか見ないの？見たことない。見たことないんだ、うん、ふわっち本当に他の人見ないの？見ないの、あんまり。なんで俺の放送は見てくれんの？どこでハマったの？あ、その、うん、ギャル君とやってる時に、うん、の後に、うん、ふわっち登録してみようと思って登録して、うん、いや知ってる人だと思って見て、そっからじっと見てる、うん、ああ、俺のこともともと知ってたの？うん、うん、ふわっちあまり見るもんない。うん、でも前よりもだいぶ増えたと思うよ。よっさん、きんばえさん。ねえ、一人やった。しゃしゃ、俺は場所を聞いてんのよ、ハッピーウンチ。歌舞伎町の方なのか、郡山の方なのか、どこのドンキホーテで見たのって聞いてんのよ。ハッチ。一回ね、降りよう。あ、違うわ。渡ろう。大久保の方だ。おー。大久保のドンキでパーティーグッズ。パーティーグッズやたら見るかな、俺。パーティーグッズ大好きなんだよ。ビレッジヴァンガードもよくいるよ。若いカップルに紛れておっさん一人でビレッジヴァンガードよくいるよ、俺。一人で。そういうプライベートの目撃情報超恥ずかしいんだけど、声かけてくれればいいのに。いつぐらいだろう。コスプレはあんましないけど、なんかね、プラモデルとかよく見てんの、おもちゃとか雑貨が好きなの。ポンズ大好きさんはヒゲもじゃもじゃが大好きなんだ。変わってるね。俺胸毛ボーボーだからね。俺はどこだろうね。まあ、西新宿5丁目にはよくプラプラしてるけど。中野坂上とか。
よっさん金梅さんのふわつさんよって、まあそうだね、そりゃそうでしょ。ビレバンいいよね、楽しいよね。下北沢とか高円寺が好きかな、俺は。下北沢、高円寺が好き。そのバッグかわいいね。かわいいでしょ。うん、もう結構長く使ってんの。うん、使ってる。かわいい、それ。ちょうどいいよね、大きさがね。そう、俺もこのバッグの大きさちょうどいい、何でも入る。でかい、でかい、40リッター入るから。こんにちは、ジャーニーさん、どうもです。ワドです。今、ここはカリフォルニアです。どうも。カリフォルニアはすごいいい天気ですよ。どうも、西海岸です。喫煙所、そうそう、百貨店の前、小田急かな。だって外人さん多いんだもん。でも意外と分かんないと思うよ、外配信でどうもーっつって今北海道にいるよって言ったらそれっぽく見えると思うよ。そんなもんだって。なんか旅配信の人で動画なんだけど、うまくその一人喋りしてる人とか、生放送じゃないのにただ昼間撮影した動画とか流してる人がいて、うまかったよやっぱり。ごめん、今実はもう帰ってきてるわっつって池袋にいるわって。俺ね、赤だったんだけど色が落ちてオレンジっぽくなってきたから真っ赤だよ、もともとは。見えない、それはすまん。ここだね、そこに喫煙所あるからタバコ吸おう。ごめんね、暑いのに。うん、喫煙所来ました。ちょっと一回映像切るね、人多いから。タバコ吸うんで映像切ります。ちょっと待っててね。ありがとうございます。音は聞こえるよね。あ、わかった、国中涼子だ。国中涼子に似てる。国中涼子知らない？聞いたことある名前。国中涼子にそっくり。お、おいっすおいっすー。おいっす、はじめまして。やっと会えたよ。やっと会えたよ。遊ぼ。あざす。国中涼子に似てないですか？ダンボールさん。国中涼子って誰？わかんない。わかんない。わかんない。シュラさんの人、そうそうそう。国中涼子に似てる。検索してみ、携帯で、国中涼子で。お、かわいい。かわいいじゃん。かわいい。うん。バレーです。今日ずっと新宿かな、わかんないな、王さん。どこ行きます？どこでもいいですよ。OK ですか？うん。うん、この人ね、似てない？似てるんだから。似てる。自分だと分かんないけど。分かんない？雰囲気がね、合ってるよね、国中涼子で。違うかもしんない。よく人の名前間違えるから。バレーニョさんだよ、バレーニョさん。そうそう、この人、この人。雰囲気が、目元とか。でも嬉しい。かわいいよ、その人。うん、今映像撮ってるんで大丈夫っす。顔出し OK ですか？いや、あんまり嫌だ。あ、あるよ。あるってこと？顔出しのアイテム。アイテムあんだ。すごい。
うち、ちょっと待って、トートバッグの中にうちは何本入れてるの意味がわかんないよ。めっちゃバタバタすると使わない、大丈夫だ。セブン超かわいい。え、なにこれ、どこで売ってんのこれ。超かわいい。俺の彼女が、俺に似てるからっつって。あ、あれじゃん、ロビンソンさんと一緒じゃん。奪ってきた。じゃあ、ロビンソンさんが使ってたやつなのそれ。おぉ。バレーニョさん、バレーニョさん。どうも、フワッチに嫌われ、コラボ機能が使えない、バレーニョです。何それ俺そういうの持ってんの、ね、コラボ使えない。なんでわかんない。呪われてんじゃん。バレーニョさんは顔出し OK だって。カラオケ行く行きますカラオケ聖剣好き。カラオケ聖剣好きの歌いながら。歌いながら聖剣好き。ながら聖剣好き、うん。カラオケで歌いながら聖剣好きでもいいですか。でもね、著作権引っかかるから、あれなんだよな。歌ってると、YouTube に動画載せらんないけど、たくみさんいないよね、今。どうしよっかな。でも、それが一番現実的なんだよな。バレーニョさんはチャンピンキックですよね。チャンピンキック。どうすか生で会う感じの生ワードを。イケメン。イケメン、うん、今、無理やり言わせたみたいだった。なことはない。今日の動画お蔵入りしちゃうかもね。YouTube では。まあ、いっか、カラオケ行こう。にあ、すいません、いい、いい。こう行こう。あれ？あれどこ行った？ダンボ、あ、ダンボールがいた。うん、オッケーオッケー。じゃあ、映像つけまーす。バレーニョさん、グラさん、オッケー。バレーニョさんでーす。バレーニョでーす。どうもじゃあカラオケ聖剣好きやろう。カラオケ聖剣好き。うわ。北斗の拳歌いながら百裂拳。ああ、ありがとうございます。すいません。よし行こう。かわいい、あのお姉さん。あのお姉さんかわいい。森高千里さんみたいな顔だ。強烈キャラ。俺より目立つから。サングラス。おはよう、人気ヘルパー。時間大丈夫なの、ダンボールちゃん。うん、大丈夫？大丈夫。うん。ダンボールの顔が気になる。だから、国中涼子だって。似てるよね。似てるよね。国中涼子わかんないけど似てる。あのね、なんだろう、目がパッチリしてる感じの。あやさんはじめまして、フォローお願いします。向こうの方にカラオケいっぱいあるからさ。爆買いしそう。バレーニョさんのイメージ、爆買いしそう。爆買い何をわかんない。ビッグカメラとかで爆買いしてそう。カメラを、とか時計とかをね。ゴロリさんじゃねえ。ゴロリさんもっとでかいよ。身長めちゃめちゃでかいから、ゴロリさん。あと、ゴロリは嫌なやつだから。ゴロリはめっちゃ嫌なやつだから。ゴロリさん会ってねえな、最近。会いたいな。ゴロリさん全然会ってねえわ。プロデューサー気取りの、なんだっけな、すげえあだ名つけられて超爆笑したんだよな。プロデューサー気取りのクソデブじゃなくて、なんだっけ知ってる？ゴロリさんのあだ名は誰か。プロデューサー気取りのなんかつね、有吉張りの悪口言われてたんだよ。多分この辺カラオケ3つぐらいあるんで。心ちゃんに、あーちょっと
と違うかな。心ちゃんは、アムロナミエとヨーダを足して2で割った感じだ。ヨーダにちょっと似てる。かわいいんだ。ちょっと爬虫類っぽい顔なんだよ、心ちゃんは。ダンボールちゃんは国中涼子と、ノンを足して2で割った感じだ。ちょっとノンが入ってる。なんだっけ、能年リナ。暑い。暑いっすね。今日暑い。じゃあ、ちょっと一回映像落とします。映像と音。なんで？そう、いいよ。今ね、リア突人数入れていいですかって言ったら、いや、それは、ちょっとって言われた。しかもマイク切ってるところなのにさ。冗談だわ。やべえよ、カラオケやってない。向こう側渡りますか。カラオケ11時からだって。マジか。こんにちは、ドラえもんさんいらっしゃい。愛を取り戻して感動した、ありがとう。あ、いいよ、歌うよ。うん。でもね、あの日ね、声出てなかったんだよ。あの日はほんと声出てなかった。今日暑いね、アンズさん。どうもー。カラオケで聖剣好き配信やります。回転どこも遅いね。ちょっと映像切ります。なんか昔もっと早くやってるイメージだったの。ありましたよね。
何この切なさ。なんだろう。え、こんな感じなの？これなんだっけ？ソフトバンクから出てるやつだよね。こんな感じなの？オフ。すげえやだ。オンとオフがすごい。すごいよね。なんか俺これ貴重映像だよね。めちゃめちゃ。すげえ怖いよ。みんな見えるこれ。笑うっしょ。これなんだっけ名前。でもこれ昼間だからいいけど、夜中見たらちょっと怖い。怖いよね、なんか。ペッパーくん。ちょっと怖い。ペッパーくんぐったりしてるわ。ちょっとね、カラオケがね、なんか、いい時間帯のがないから今探してる。ペッパーくんがぐったりしてるから、これは映そうって言って。バレーニョさんがこいつ数字持ってるよ、絶対。つって。これ貴重映像だよな、ペッパーくん。明日のジョーみたいになってるもんね。落ちる瞬間見たことあんの？なんだろうね、悲しみがあるよね、なんかね。もっとなんか休止のやり方あるでしょ。こんなぐったりするの。じゃあちょっとカラオケ探します。どうしよっかな。
とみんな待っててね。おトイレ行きたい俺。Go fuck yourself。 うるせえよ。 Go fuck yourself。 なんだお前。 Go die dick face。 うるせえよ。何お前ディスってんだよ。Fuck you。 アメリカ人？わかんない。ポーカーフェイスってやつに Go fuck yourself。 何が do it だよ。ふざけんな。どういうこと？ゴーファーク言わせるって。オナニーでもしてるってこと？わかんないけど。まあ、ファックが入ってるから、もう絶対ディスってると思ってる。ちなみに、まあ、ミスターポテトヘッドじゃないです。うるさいわ。うるさいわ。顔バラバラにならないわ。ちょっと小づくと、うるさいわ。バラってならないわ。なりそうな感じで。ヒゲだけ残る感じ。ヒゲだけ残る。うるさいわ。まあオナニーでもしてろって意味か。Go fuck yourself。 なんでいきなり外人にディスられないといけない。何きっかけで来たの？何きっかけで来たのかもわかんないし、なんでアンチなのかもわかんないし、ゴテゴテにディスられてるみたいですね。ん？ディックフェイスって、な、ディックフェイスって、チンコみたいな顔って意味でしょ？多分。ディックはそうです。ディックチンコですよね。死ね、チンコ顔って言われたんだよ。2コメント目で、死ね、チンコ顔だよ。誰が祈祷だよ、お前。ふざけんなよ。こんな、英語でこんな悪口言われるとは思わなかった、俺。ディックフェイスはなくねえか。いや、腹立つな、こいつ。初見さんでしょ。初見さんでチンコ顔って言われてるの。そう。ゴーダイディックフェイス。すごい。すごい悪口だよね。舐められすぎでしょこれ。何の恨みがあるんだよ。わかんない。やっぱ、バンコク共通アンチを作る顔なのかな。アイアンベリー。世界通用する。アンチ来るんじゃないですか。すごい多分ディスられる。すごい来るんじゃないか。ベリーなんて読むんだろう。アップセット。アイアンベリーアップセット。どういう意味だろう。アイアンベリーアップセットってどういうこと？どういうこと？わかんない、英語。日本語で喋ろ、バカ野郎。ここは日本だよ。なんだろう。電気ついたからもう飽きそうっすね。ベリーアップセットで言ったらムーミンベリーセットっていうのが通販で出てきたけど。皿が出てきた。あ、韓国人っぽいっすね。なんか英語で音声してます。You English are the、fuck Korean boost。 I do it。 なんだよ、コリアンかよ。高光ラブ。手のひら返し？来た？わかんない。いや、違う違う。レクチが。あああ、なんでわかったの？オナニーマスター。すごいね。英語の文法がおかしい。ほう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 。すごいな。まあ俺もそう思ってたんだよね、実は。俺も実はそこに気づいてた。あえて言わなかった。あえて言わなかったけど、もうちょっと泳がせようと思ってた。なるほどね。ごめん、 LINE 全然気づかなかった。
だよね。申し訳ない。だよね。LINE でやろうって言われて、そう。LINE で送ったのに。俺はそういうやつ。よくつかねえなと思って。俺はそういうやつ。夢中になったらわけわかんなくなる。らしいなぁ。あれだから、ブロックされたまんまなのかな。なんか、韓国人と日本人が喧嘩してるんだけど。やめろよ、日韓。すごい。仲良くやれよ。なんで俺の放送でそんなことしてんのかわかんないけど。仲悪い、こいつら。2ちゃんでやってくんねえか。すごいよね、道行く人がみんなダンボールさん見てくるんだよ。あー、かわいいからだよ。みんなダンボールチラ見してくる。違う、今これだと思う。あ、こっちか、俺か。こっちだと思う。なダンボールさん見てるんだと思う。すごいことになってるな。俺の放送でそういうのやめてほしいんだけど。とりあえず、あ、行ってみます。なんか、捨て頃の。いや、行かないから。思いっきりアルソックのある現金回収だから、めちゃめちゃやられるから。とりあえず、強いから。前哨戦で。めちゃめちゃ強いから、あれ。前哨戦ってもうファイターじゃん、絶対。剣道三段とかだよ、あいつら。ボッコボコにされる。しかも2人がかりだからね。2対1だからね。ただただ取り押さえられる。なんだったら警棒ありだから。警棒ありですバールなしで警棒ありだから。でもなんか鶴之進の功績はバールの強さを証明したのか。1000円で買えてあんだけ攻撃力ある武器ってない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 。しゃぶったからね、ドア俺。ねえ。しかもピッケルに対してバールで応戦したっていうのがなかなかシャレが。うん。あの日、バールがアマゾンで品切れになったって聞いたよ、俺。そうなの？アマゾンでもう日本中がバールが飛び交うように売れたっていう。現在取り扱いがありませんみたいな感じになっちゃった。あ、やっぱり今、ベンゾさん書いてくれたんだけど、うん、やっぱり元日本チャンピオンが現金輸送の仕事とか、やっぱ強くないできないですよね。いや、俺ね、あれね、ドア開けてたら多分ほんと殺人事件になってたと思うよ。あの、ぶち破った窓とかも見たけど、気合入りすぎだもん、鶴のし。すごかったよね。あの日、うちにもバール届いたとか言って。やっぱりバールバカ売れしたの本当だったんだ。いや、面白いよなぁ。あ、まだか。もうちょいかな。もうちょい。あと5分ぐらい。あと5分ぐらい。了解っす。俺、カラオケ屋並んだの初めてだわ。オープン前カラオケ屋で並んだの初めてだわ。どんだけカラオケ好きなんだよ、こいつっていう。お酒飲みます？俺飲めないです。飲めない。うん、お酒は？飲めないです。あ、ゲコ3人だ。いいっすね。なんだ人多いね、新宿。まあ多いっすね。こっちの方はあのビジネス、あのでも歌舞伎町一回本当に死んだんですよ。あ、そうなんだ。マジで人いなくなって、もう本当にヤバかったんですけど、最近超復活してます。あ、本当に今すごいっすよ、歌舞伎町人すごいいますね。歌舞伎町ヤバかったよね、1年前2年前、あのゴジラのビル建てる前後ぐらい、もう誰もいなくて、ぼったくりしかできなくて、すごかったよね、もう。同業しかいないもんね。ヤクザと飲み屋の。まさに龍が如く。もう本当に。で、ガラガラで。カオスでしたね。おい、やいやいや、ワドツー。そう。でも今すごい若い人が増えて客層が入れ替わってんの。
なんか世代交代が起こってるらしくて、歌舞伎町ってもともと古い町じゃないですか。はいはい。だからおじいちゃんおばあちゃんになって引退、テナントが入れ替わって、なんか今若い子に人気になってますね。そうそうそう。今盛り上がる時期だ。そうそうそうっす。なんか再生が始まったっていう。そう、浄化作戦でボロボロになったじゃん、歌舞伎町が。まあね、しょうがないそれは。もともとだってそういう町なんだから。日本一の歓楽街だもんね、もともと。身ぐるみ剥がされたの、友達が。怖っ。不夜城ね。まあね、歌舞伎町は特殊だよ、本当に。本当に特殊な街。ルールがちょっと独特すぎるもん。まあ、それが面白いんだろうけど。無法地帯だもん、あそこ。すごいな。ああ、まあ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 。もう何でもござれだから、歌舞伎は。よっしゃ、じゃあそろそろ行くか。じゃあ一回切りまーす。映像だけね。放送はつけっぱだから待ってて。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。